隅田川馬石は落語家の名跡。当代は四代目。四代目によれば、両国の横網にある馬をつなぎ止める石と隅田川のほとりの場の石からできた名前で、初代金原定馬生が弟子を連れて隅田川のほとりを散歩している時に思いついたものとされる。四代目隅田川馬石は落語協会の落語家。本名、村上聡。兵庫県西脇市出身。 出林岸騎士の柳。兵庫県立西脇工業高等学校卒業後、1991年6月、石坂工事主催劇団級選会に入団。1993年10月に、五街道雲助に入門、前座名、私。初講座は、同館。1997年9月に煮詰め、昇進、佐助に改名。 柳谷京之助はちょうど同期にあたる。2007年3月に柳谷京之助、古今帝肉心、六代目春風帝竜朝、柳谷割太郎と共に、新内昇神、四代目隅田川馬石襲名。口の上の大きなほくろが印象的で、劇団にいた頃は石坂工事に、追い花そと呼ばれ、可愛がられていた。 落語ファンクラブを参照すると富士通にも務めていたことがある模様。インプレス TV、インターネット落語会の特集で、2つ目の昇進の際にすでにこの名跡を継ぐ話は出ていたが、可愛げがないから止めたというエピソードが語られている。バイシのアクセントは本人によると、後藤に置くとのこと。入選定先座とがいると、20年前を思い出し、叱りたくなってしまう。 ありがとうございます。